長崎バイオパークのマレーバク展示場では、3月14日に元気な男の子の赤ちゃんが生まれました。名前はプルサ君と言いまして、マレー語で親睦とか、友情とかいう意味の、言葉からプルサという名前が名付けられました。マレーバクの、親は黒と白の2種類の、色でツートカラーになっているんですけど、子供は茶色と白のまだら模様をしています。で、この体のまだら模様は、ジャングルの中なので、木陰などに、紛れやすい色をしていて、外敵から身を守る保護色になっています。そしてこの赤ちゃんの体のまだら模様は生後100日頃まで、しか、見ることができないと、言われてます。で、マレーバク自体もとても希少な動物で、国内でも、数が、見れる数がですね少ないので、ぜひこの希少なマレーバクのさらに希少な赤ちゃんをですね、ぜひ、皆さん見に来てください。